心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は帯結び解説なんですが、 YouTube の他の回でもご紹介している4枚バネ、これいろんなやり方がありますよね。でも永遠に追求していきたい可愛い帯結びの一つです。振袖さんはもちろん、七五三にも可愛いよね。半幅で作ったらもちろん浴衣にも可愛いというわけで、今日はその四枚バネやっていきましょう。そして文庫の形付けの基本という回で、別の YouTube で四枚バネの文庫について、まあ文庫全体ですね、その羽のあり方や置き方については説明していますから、そちらの回も参考にしてみてください。それではいっちゃうよ。では始めていきましょう。タレが上、手が下で一結びしています。これはいつもと同じ感じですよ。そして手の輪の方を右です。で、締めて、タレの元を一回開いておきましょう。タレはこちら側から作ることになります。そして、この部分、手の元も一回開いておきます。今日は手の柄が50センチ以上ある長い手柄を持った帯です。でも実際帯の長さは4メートル30自体頃ですね、ぐらいですね。で、三重仮紐をお背中につけます。三重仮紐の先は帯の胴の上で締めてください。そうすると三重仮紐の後ろにひだがたくさん詰まっていっても苦しくならずに済むというわけです。こうして三重仮紐をお背中にぴったりフィットさせました。そうしたら、今日は手の柄もあるので手を上にここで上げていきます。手の柄の部分で太鼓を作る。50センチ程度あれば十分。3分の1に折って、この重なりが手前にして、3本の三重仮紐に通してください。柄のあるところだけで通します。これ、すくっとまっすぐ床に垂直に持っていってください。そして、背縫いの真ん中に作りますよ。背縫いの真ん中につけました。そうしたらこれを預けておくんですが、まっすぐ上げて襟付けまで行きます。そうしたら襟付けに手を添えて肩に乗せます。この時お嬢様の髪の毛崩すことのないように注意します。そしてこの先ですが、この先もさらにまっすぐを意識して、結び目よりも下に結び目を乗り越えて、こうして帯の胴の中にしまっていき、ここに帯座ができるような気持ちになります。そうした時にこの部分が曲がっていくことのないようにして、心配ならこんな風にクリップを止めてください。ここですよ、じわーん、ここね、止めました。続けてタレで4枚の羽を作っていきます。この時タレ先で最初に小さい上に乗せる羽を作っていきますが、お嬢様の肩幅よりも大きくならないようにしましょう。長さがたっぷりあって肩幅よりも大きく作ってしまうとちょっと大変になりますからね。
そういう時は上が大きくて下が小さい羽にするなどなど注意が必要ですね。こうして取って、今日はここを1/3、1/3、こんな風なひだに取りました。そして注意をしなくちゃいけないのは、残ったタレはタレ元から上前側に倒し、そしてそこで羽を作っていきます。で、その時に注意しなくちゃいけないのは、こちら側に輪が持ってこないと、この輪を作るところが同じバッテン止めで4枚を止めていくので外れてしまうことがあるですね。なのでこの時はこうしてダブルに折り返したのが上前側になるように作ってみてください。そうして1本目、上からかけました。2本目は下から、この下まですくわず1枚だけすくって2本目の三重仮紐です。ここにかかりますよ。このようにして羽を作ってください。そうしたら元が上前側、こちらの羽を作った先は反対側に行き、ここでクロスした形になります。で、左右に羽を作るようにしましょう。その時この左右の羽が同じぐらいの大きさになるように真ん中を決めてあげてください。こうやって選んでみましょう。真ん中を決めてください。そして長さがいっぱいですから、手前だけ、上の1枚だけを使ってひだを折ります。さっきの小さいひだと同じようなひだを折り、手前だけで、後ろ側は沿わせるだけ、裏側は沿わせるだけです。一つ羽ができました。この下に一緒に重ねます。元までしっかりかけてください。次は名残で折れていきますね。ひだが折れました。下から根元につけてあげてください。そうしてこちら側もバッテン止めにかけます。一つのバッテンに4枚の羽がしっかりかかるのを確認してください。そしてこのバッテン止めの根元を調節して帯の可愛らしさを出してあげてください。こんな風に4枚できて、この時点で右と左の羽の大きさを確認してみましょう。同じになっていますか？続けて枕をする前に太鼓が真ん中にあるかどうか確認の意味で下ろしてみて、大丈夫だなって思ったらもう一度預けてあげます。そしてこのお背中のところにつけていたクリップですね、クリップ外すのを忘れないでください。お背中がお嬢様痛いです。このように重ねたら枕、今日は大きめの枕です。普通にお母さんがお太鼓に使うような枕を使っています。この枕を結び目と帯の上線の間に乗せ、帯を4枚の羽を全部枕の上に乗せてください。そして4指でしっかり羽を持ち上げます。枕と羽を持って 1、2、3って持ち上げて、結び目と帯の上線の間に乗せましょう。ぴったりお背中につきましたか？そうしたら前で縛りますが、
枕を閉めますが、枕は開いておへそを目指して奥に入れてください。そうするとお背中にさらについていきます。脇も帯の中に入るように確認しましょう。そうしてここで帯揚げをかけるのを忘れないでください。帯揚げをかけたら、方向を確認して帯揚げをかけたなら、この時ただ前に送らずに三重仮紐や枕の紐などを確認して、そこに帯揚げをかけて、そして前に送っていきましょう。横を三重仮紐、しっかり覆ってあげて、前でお休みをしてもらっててください。この部分、脇の部分が太くなりすぎないように注意してかけましょう。そうしたら最後にいよいよ太鼓部分を下ろしてきます。太鼓部分を下ろして、今日は短いメインの羽になりましたから、この先に折り返して、余りすぎていたらそれは胴の中にしまう、または折り返すなどをして調整してあげていいです。このように胴の中にしまい、そして輪の中に通します。左右の長さを確認して折り返します。ここもお背中にぴったりついていることを確認しましょう。そして帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてください。どうですか？こんな風、帯の垂れの長さが長くないと垂れ下がるような形にはうまく形がいかないかもしれません。ですがこのようにした4枚羽も可愛らしいので、上手に左右の羽を配分して可愛く4枚羽を作ってあげてくださいね。形付けは他の回でも4枚羽丁寧に説明しています。こんな風になりました。どう？簡単でしょ？やってみて。